こんにちは。お天気をお伝えします。今日は二十四節気の処暑で暑さが収まる頃という季節の節目なんですが、朝から異常な暑さになっています。午前11時30分までの最高気温は北見市所で 34.9 度、札幌でも 34.3 度まで上がってきています。この暑さで熱中症警戒アラートが出ています。宗谷、釧路、根室地方を除く道内広い範囲に現在発表中です。今日は熱中症による命の危険が迫っている暑さとなっています。外出や運動は控えたり、こまめな水分と塩分を補給して暑さ対策を行ってください。では今の札幌の様子です。日差しが朝から照りつけています。では午後の天気と気温です。予想最高気温は札幌、旭川、北見で36度、帯広と名寄で35度、8月下旬としては記録的な暑さです。正午から午後3時頃までが危険な暑さとなりますので、涼しい屋内で過ごすようにしてください。また午後は道東で夕立にお気をつけください。そしてもし熱中症になってしまった場合、どうすればよいのか応急処置を確認しておきましょう。涼しい室内や木陰に移動した後、服を緩め体を冷やしてください。氷嚢などで首や脇の下を冷やすと効果的です。そしてスポーツドリンクや経口補水液で水分と塩分を補給しましょう。もし意識もない場合はすぐに救急車を呼んでください。変わって今の旭川の様子、こちらも 32.8 度まで上がってきています。では週間天気です。この猛烈な暑さ、土曜日頃までは警戒が必要です。帯広では明日と土曜日も35度の猛暑日が予想されています。ただ天気の方は明日から前線が近づく影響で雨や雷雨のところが多くなっていきそうです。日曜日は広い範囲で雨が降りますが、この日を境に来週前半は比較的涼しくなっていきそうです。以上、お天気でした。